フィレンツェの像、ジョバンニ・ビラーニは、イタリア・フィレンツェの銀行家、政治家、歴史家。青年については、1276年とも1280年とも、言われるが不明である。新年代記を著作した。父親のビラーノ・ディストルド・ビラーニは、フィレンツェの有力な商人の一人であり、1300年には、ダンテ・アリギエリと共に、市の行政委員を務めた。この年、ジョバンニは、 ペルッチ銀行に入社して、一人前の商人の一人としてのスタートを切っている。この年は、ローマ教皇ボニファテウス八世が初めて青年とした年であり、各地より二十万人がローマ巡礼に訪れた。序盤にも、またこれに参加して、ローマを訪問して、ローマの史跡や文献に触れる機会があった。そこで彼は古代ローマ以来の歴史家の伝統が途絶したことを嘆き、 ローマの娘を自負するフィレンツェ市民である自分がその伝統を復活さなければならないとする霊感に遭遇したことによって彼はローマの娘、フィレンツェを中心とする年代記変算を決意したと伝えられている。だが彼の決意とは裏腹に実際には商人、銀行家としての道を着実に歩む彼には執筆の時間はほとんどなかったと考えられている。 代表者の死去によって、当時の慣例に従って、ペルッチ銀行が一旦生産されることになると、彼は再設立されたペルッチ銀行ではなく、遠跡の経営するブオナッコル氏銀行に移り、1325年には共同経営者となった。同時に、フィレンツェ氏の役職も歴任し、1316年、1317年、1321年には、 父と同じ行政委員に就任したほか、各種の委員を務め、この間に多くの行財政文書を閲覧する機会に恵まれた。ところが、1331年に、市の防壁建築委員を務めていたジョバンニは突如、公金横領の容疑で告発を受けることとなる。これは、間もなく、無実と判断されたが、政治的な挫折を経験した、ジョバンニの年代記執筆が、 この時期より本格化していったと考えられている。ところが、ジョバンニの引退後、フィレンツェの政治は混乱して、信用問題にまで発展、さらに100年戦争による経済混乱も加わって、1340年代に入るとフィレンツェは強行状態に陥った結果、同地の主要銀行、商社のほとんどが破産に追い込まれた。1342年に、 ブオナコルシ銀行が破綻に追い込まれると、ジョバンニは債権者との交渉に当たったが、続いて、ペルッチ銀行、バルディ銀行など、他の会社も次々と倒産した混乱もあって混乱が収まらず、1346年2月にはジョバンニが債権者の要求によって一時投獄される事件も起きている。そして、1348年にフィレンツェを襲った国士病は、 ジョバンニの命をも奪っていくのである。その後、ジョバンニの後を引き継ぐ形で三帝のマッテをビルダーニ、とその子フィリッポ・ビラーニも年代記を執筆している。新年代記は、全十二巻から構成され、大きく二部に分けられる。前半六巻は、バベルの塔からフリードリヒ二世までを扱い、不祖以前の歴史に属するため先人の著書に依存する部分が多い。また、ジョバンニは、 ラテン語をほとんど知らなかったとされる一方で、聖書や古典に関する知識が豊富であり、それが記述にも活かされている。後半の六巻は1266年のシャルル・ダンジューのシチリア王継承から始まり、父親あるいは自己の生きた時代を描いて1346年で終了している。彼が銀行家、政治家として活躍した1310年代を描いた第八巻英語については、 綿密な記載がされており、彼が優れた観察者であったことが伺える。特に第11巻にある1338年頃のフィレンツェの風景と経済状況に関する記述の緻密さは、ヤーコプブルクハルトにも注目された。また、彼も同時代の他の人々と同じく熱心なキリスト教徒であり、神の裁きや先生術を信じた記述があるものの、一方で、 経済特に商業関係の記述においては合理的な記述を尽くしている。序盤には新年代記を書くにあたり、都市起源年代記、三差の梅のフィレンツェ人辞責、デンブルネットラティーニ年代記を資料として用いたとされる。ありがとうございます。